よし、どうこれでいい、これでいいかな。でもなんか、本当意味あんのかな、この iPhone2 ね。iPhone2 がまたね、なんかおかしいと思うんだけど、これでいいか。よし。はい。スミナスコアと仲良くなってるじゃないですか。いやー、めっちゃ大変だよ、そうだよ。なんか気が合うんだよね。あ、そうですか。やめとくやめときましょう。すいません、こいつ何も出てこないから。いや、マスクラは会話できるらしいです。お前もできる。
んの。俺もなんかできる体質になったもんでね。いや、じゃあちょっと見る。シュートがすごいね。ねえ、なんか言ってる。おい、何？え、じゃあこれ。キニコはなんて言ってる。私もよ。女の子ですね。すごくあの、お熟年夫婦みたいな。いやいいな。あ、いらっしゃいませに。いらっしゃいませ。どうもどうも。どうもどうも。僕たち4人です。全然もう。いいですか？行っちゃって。はい、ちょっと。はい。エドワードの似合いだ。なんか、あのこの人数の伝え方、エドワードどうしてもあれ。どうされよ。あ、すいません。相席でもね、またね。また相席だよ。だって、来る前から席用意されてますから。そうだよ。これが相席だった。いいか、みんなさん、高校生ですから、ちゃんと仲良く行きましょうよね。ほら、ほら。お前もそうなんだから。ほら、ほら。お前、いいけど。ね。すごいなんか。いいのよ。もう駅からハドリング3分以内だしね。ハドリングしてないし。しかもここのメニューにロコモクがあったらちょっぴーぐらい通えちゃうよ。まだ言ってない。ちょっぴーサーファー用語じゃないですか。ロコモクは辛うじで聞き取れたんですけど。ロコモクね、美味しいよね。ロコモク。すげえ話しかけてきてる。話しかけてくるんだ。どうぞどうぞ、サイダー4つください。なんて何ですか。サイダー4つ。え、こうじゃないですか。あ、わかりました。4つください。はい、すいませんね。あいつたら江戸川さ、水産高校のやつらだ。俺行きまくり。江戸川区なんてイケイケな高校だな。すごいな。キュすごいテンションが。急に静かになって筋肉とか会話し始めた。いいな、お前。携帯してね。いや、わかんだろ。もしかして。ネットサーフィンじゃないか。そうだ、どうも。葛飾に何で呼んできたの。葛飾ロッタルフィじゃないですか。うわぁ、声が大きいって。こっち戻っちゃう。やられる前にこっちからやな。何かあったら俺が救うと全力で手出すぞ。精一杯行ってこい。あ、ありがとうございます。すいませんね、本当にね。本当にすいませんね。これ、いっぱいいくらぐらい。400円。400円です。ありがとうございます。乾杯。乾杯。お願いできます。中よし。徳田さん、すいません。中。じゃあお前。俺らがいるからな、スクワットは。あの物腰の君ね。エドワークサービー高校の生徒さんです。そうですけど、誰か。あなたは何しに葛飾。まあ、特に理由はないっすよね。なんか、いつも溜まってる溜まり物のお店が、まあ、改装っていう感じで、たまたまここに来たお店が葛飾だったっていう。ただ、それだけの理由っすね。まあ、もし気に入りましたら、ここ使ってくださいね。わかりました。いや、でも、葛飾のエドワークって、昔からバチバチじゃないですか。葛飾元に行ったっていう話もなくはないですよ。ないよ、ないよ、ないよ。だって、葛飾なんもないじゃん。いや、だって、江戸川区だってなんもないじゃん。なんもねえ、なんもない。あのように寒いにしてな。チャーカー。うちの仲間が申し訳ない。チャーカー、君はもう戻ってください。やりすぎだよ。申し訳なかったね、君たち。ふん。どうした。ふん。お父さん、お父さん、気をつけろ。銃構えとけ。おい、君、まさなら北斗君かい。え、あれ、なんで。君の相手は死んだろ。死んだろ、知り合い。そう。絶対。え？死んだろ、そう。パクタ、あれ？やだ。それ？あれ小学校やんね。すごい久しぶり。久しぶり本当。ああ、もうマジやばい。今日マジやばい。気分はマジ最高にノッショア。どういう意味だった？気分は。最高にいい海
あの最高ね、ね、いいよ。わかんないけど。あれでもあの時ハク君急に引っ越したから寂しかった。うち転勤族だったから。小岩に住んでたのにどこに引っ越したの？人工岩。めちゃくちゃ近い。めちゃくちゃ近い。めっちゃ遠いやん。一駅だよ。総武線で一駅。もうでもあの時の俺ドクター。いい思い出しかなかった。すげえ俺に言ってる。でも、ちょっと、いい思い出しかなかった。本当に。でも、一つだけ。何？何かあるの？俺のここで、ずっと触ってんの？もやもやしてるもんがある。何がこういう街？ちゃんと見てる。何が？俺と奥さんは、怖い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 
ね、ゲームね、やってたんですけども、はいはいはい、そのゲームの勝敗がですね、はいはい、今、20、お互いにですよ、お互い25勝25敗1分けという。あー、そうそう、まだ勝負がちゃんとついてない状況なんですね。いや、良くない、これは良くないですね。なので、ちょっと勝負をちゃんとつけない。あー、いいですね、男としては勝負をつけておきたい。はい、はい、あ、ということでございましたね。いい、なるほど、いいです。はい、ということで、じゃあね、エドマークの方のここの、はい、ラインに、はい、ジェシーが、はい、お、あ、テンチョン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 、5人、対抗、葛飾の5人で、はい、ちょっとしたゲームをやって、はい、お、はい、食べ物、食べるんですけども、その中に、一つだけ辛いのが入ってる。おー、おー、あります。それをこう食べるんですけども、みんな辛いリアクションをしていただいて、誰が本当に辛いものを食べてるかっていうのを相手チームが予想するので、一回練習します。しねえ。はい、じゃあ先攻のこちらまず選びましょうか。じゃあマグロサンド選んで食べましょう。はい、はい、お、これいや、俺もう目の前でよく見とかないと。でもやっぱこれ、いや、わかんないね。わかんないですね。匂っちゃダメよ、匂っちゃダメよ。え、でもなんか今あ、怪しい。あれ、下手くそだな。あいつ、いや、食ってやる。まず、かなり楽しいって、そんな感じじゃないですか。じゃあ、先行の俺ら、いただきます。はい、いただきます。ちょっと酸っぱい匂い。いただきます。いただきます。俺注意担当するわ。いや、みんな見ないです。ああ、あー、ゲンタ、ゲンタ、うん、ゲンタいたの。ゲンタさ、マツくんはちょっと喋ってなかったね、さっき。そうか、うん、ちょっと反省しよっか、ね、うん、マツくん忘れてたな。マツくん、ホクト絶対ない、ホクト絶対ない。ホクト、ホクトない。だいたいホクトってすぐリアクションするけど、ホクトでも 目赤くなるよ、ホクト。あー、じゃあジュリー、おいしい。ジュリー顔見せた。ジェリー顔見せないで、それルール違反よ、ルール違反。ジェリーちゃんとね、あのね、口隠しちゃんと食ってくからね。あいつ絶対美味しいんだよ。あの、美味しい顔、美味しい時だな。やばいやばい。じゃあ、ミヤチカ、ミヤチカだな、これ。いや、ミヤチカだな、結構近い。せーの、僕ミヤチカ長えな、わざとくせえな、なんか。ジェリー美味しい。顔もう分かりましたよ。これあの、誰が犯人か当てていいの。じゃじゃの話し合いしていいのね。僕が思うに、やっぱこの食べ終わりの方を見てずっと口の中にあったのが北斗なんです。でもなんか自分でもちょっと、やべえ、長すぎだなと普通にやってた。あ、ちょっと笑ってる。ジェシーから見たら誰が。ジェシーから見てもそうだな、マチクラ。ああ、でもね、それもね、マチクラもね、なんかね、結構鈍感なところあるからね。いや、ミヤチカじゃないか、やっぱ。誰ですか、ミット。いや、ミヤチカ。でもあのニヤニヤのジュリの顔見るとジュリっぽい。いや、なんかムカつくんだよな、ジュリの。だからジュリにしよう。あ、じゃあジュリ、ジュリ君。で、当たったらシュワーって外しても、まあまあ。じゃあ、ジュリー、じゃあ、田中君で、お前、カメラ目線で、あ、言ってやれ。あ、言ってやれ。
ちょっとまだあの画角が立てない。違うと今すっごい考えている。名前でもないよ。どうしようって。静山で三九二一。チョピー。誰？マジで誰？お前さっき出てきたやつか。チョピー。ちょっと一回触って。じゃないよ。もう一回、じゃないよ。もう一回、あ、そっちに今の不法にじゃあ、待って待って待って、一回チョッピーって言ったよ。いや、確かに、ごめんちょっと何、チョッピーって、チョッピーって仲間じゃないの。違う、わけわかんねえじゃん。暴走するのはやめて。サーフィン、そう、実際ですよ。サーフィン、あ、チョッピー改めて、ちゃんとやってください。ちゃんと正式なやつでいいから。ガニだから、ジョニー、サーファーイコールジョニーはやめないし、それは本当に、それ一回桑田さんに謝って一回ね。全部飲むでいいのかな。はい、ということで、きついぞ。ゲーム飲む後、あるんだ。いただきます。お、体にいいか。一回口に溜めて、一回口に溜めて、一回口に溜めて、溜めて、うわ溜めて、鼻で息して、うわ、くそで、飲んで、からのジョニー、これ、待って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 、チョッピー、チョッピー、頑張って、頑張って、からのピー、続けて俺ジャーニー、チャンピー、ガランキー、そして4つ目や、俺はママ、5個目はどうも、しーくんです。それを覚えてですね、あの誰が、あの本当の誰が、誰が、もう一回行くんですか。あと、やだよ。はい、ということで、じゃあ、江戸川チームが食べて、葛飾チームが当てると。じゃあ、まず食べていただいて。じゃあ、すいませんね、お前、真ん中行っちゃえ。じゃあ、一口でパクッと。怪しいんだよ。あー、やばい、緊張する。やばいな、これ。今このゲームで自然にフォーカス当たってるから、なんか自然に
神様が話を導きそう。いや、それで確かにそういう流れってあるよね。あるある、ありますね、確かにね。じゃあ、葛飾君が選んだのはシュです。はい、じゃあ辛いの食べた人手を挙げてください。マジか、マジでやばかった。やばかった。なんかあのプスってやないじゃん、空気空気プスってやないじゃん。シュウペイも一口いくからな。あの瞬間にもうからしがブワーってなって、ジョリーって。え、これ俺ら当てたけどどうする。当てられたかなということで、じゃあシュウヤ一個ロシアン選んでください。せーの、はい。いきなり国会に乗り押してください。いただきます。じゃあこの2人シって言わなかったです。あ、お願いします。ちょっと近いね。あ、それもメンバーだよ。でも行けよお前ら。ごめん、一回でもちょっとあのゾンに確認取っておき。いいですか、お二人に。あ、いいでも嬉しいんだよな、やった。あげる、美味しいところ。もう辛いんじゃん。あげる、分かったよ。あげるんだ。バトル。いや、いや、来ちゃった。いや、来ちゃった。待ったよ、待ったよ。お前さ、そんなに来る予定だったんだよ。そんなに動揺してる。3杯目じゃないじゃん。お手盛りやった。